が、確かもう7、8年前になっちゃうんですけど、ピースボートに、乗って、ボートで世界回った時にイスタンブールで、降りて、その後フェリーに乗ったんですね。でそのフェリー乗り場にもうなんかいい匂いが、日本の匂いだなと思ったら、みんなサバ焼いてるんですよ。でサバをジュー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 焼いてて、あら大根おろしてご飯で美味しそうだなと思ったら、そうではなくてランチにサバサンド、もうみんながサバサンドを食べてて、何サバをパンで挟んで食べるなんてちょっと邪道じゃない、サバは日本の料理って私は思ってたんですよ。そうしたらトルコの人もサバ大好きで、それもサンドイッチにして食べてて、じゃあ私もやっぱ一応味見してみようかなと思って食べたら超美味しかったんですよ。それで私もサバサンドのファンになって、家でも作るようになりました。今日はサバサンドゆかり風を作らせていただきます。はい、焼いちゃいます。これだともう何人分もありますね。これをまず焼くんですけれども、骨がないか調べます。骨、今日は骨がないのを買ってきたので骨はついてませんが、少しだけありますね。骨は先に取っちゃいますね。こういうの少しだけあるんで、やっぱサンドイッチですから骨があるとまずいですね。まあこんな感じで取ります。オリーブオイルを使ってます。チャ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 、ちょっと多めにやります。そして温まったところでサバを入れますね。見てるとあれなので、少しペーパータオルの上で水を切って、大さじ2杯ぐらいのこういう感じでパパ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 って、私の料理は簡単料理。今もで少しだけパラパラって塩をかけて、で焼きますね。焦げ目がつくぐらいにね焼いて、でそしたらまた蓋して、少し弱火で中まで火が通るように、入れたって生姜も一緒にオリーブオイルの味付けで振りながら結構たっぷり炒めますよね。さっぱりするので、サバの臭みが取れてね、生姜を入れるとさっぱりして美味しいです。でこれをこんな感じで、はい、取り上げます。マヨネーズをたっぷり、そしてちょっと片方にはわさびドレッシングと、こっちにはからしをつけます。からしとわさび、はい、もう出来上がり。ここにサバが乗ったら、あ、美味しそうだね。油が入れて美味しそう。ここにもう味付けしておきますね。で、レモンも、レモン汁もたっぷりかけて、さっぱりと、はい、もうどんどん乗せちゃうね。ちょっと待ってください。その前にレタスが必要でした。レタスもたっぷりのせて、玉ねぎがいいんですか。あ、玉ねぎ玉ねぎものせて、玉ねぎとレタスを
ぷり乗せて、またこれも乗せますね。はいはいはい、玉ねぎもいっぱい乗せて、これが美味しいんですよ。バンバンって、あー美味しそう。おお、サバサンド美味しそう。もうちょっと倒れちゃいそうなので、ちょっとこう横にします。で、余ったレタスをまた食べたいので、ちょっとこんな風に、あと庭のトマトがね、もう熟してたらトマトをちょっと飾り付けに置きたいところなんですけれども、サバサンドの出来上がり、おいしそう。カナ、はい、すごいおいしそうにできたね。おいしそう、すごいおいしそう。サバサンドもおいしそう、じゃあいただきま す。ありがとうございます、サバサンドもちょっと食べてみて。サバサンドですね、初めて香りがするよ。合うね。パンと合う。合う合う。玉ねぎがシャキシャキして。おいしい。この絶妙な味。たまらない。でしょ。